皆さんこんにちは。広島県呉市出身の歌手活動をしております島谷ひとみです。私にとって平和というのは一人で見出せるものではなくて、やっぱり家族の力だったり、私の先祖代々、おじいちゃんおばあちゃん含めて親戚も含めてみんなが手を取り合って作っていく環境だと思っています。身近な平和な時間と言いますと、ちょっと悲しい、ストーリーもあるんですが、おととし私の大好きないとこのお兄ちゃんを白血病で亡くしました。それはやはり、恐ろしい原爆の被害によるもので、我々の、世代にもこう傷跡として残ったことだと思っています。とても悲しい出来事だったんですが、亡くなる前日に私が広島に、帰郷した時にそのお兄ちゃんが、会いに来てくれて、一緒にご飯を食べてゆっくり久しぶりに楽しい時間を過ごして、それが お兄ちゃんの最後の日だったんですけども、その時間はとても平和で幸せな時間でした。過去を思うとちょっと恨みとかそういった気持ちとかも人って生まれたりするものですけど、その中でも日常のささやかな平和な時間だったり、そういう、これから未来に向けて平和をつないでいく努力をすることの方が大事だなということを痛感したここ最近でございます。これから、未来を担う子どもたちに我々大人の世代がですね、伝えていかなければいけないこと、それは私たちが、大人から子どもの頃にたくさん聞かせてもらった過去のお話も含めて、それからこれから未来どうやって生きていくかというのを、つないでいく、そんな大切な立場じゃないかと思っています。未来の子どもたちの笑顔のためにこれからも平和についてたくさんの方と話し合っていきたいと私も思っています。